どうもこんにちは、GalaxyBooksの加藤です。ということで、今日も最後まで見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで、早速トークテーマに行きます。ということで、今日のトークテーマはこちら。あなたの不安の9割を解消しますというお話をしようかなというふうに思います。もうこの動画を見れば、最後まで見れば、もうあなたの9割ですよ。9割の不安を解消する、そんな動画をお届けしたいなというふうに思います。どうでしょうか皆さん、不安はいっぱいあるでしょう。悩みもいっぱいあるでしょう。そんな方が今日最後まで見てくれたら嬉しいなというふうに思います。逆に、悩みがない、不安はないっていう方はもうこの動画止めて、次なんかテレビ見てくれはったらいいです。そんな感じでまたお話をしようかなというふうに思っております。これもちょっと冒頭ツイート読まさせてもらって、その掘り下げをさせていただこうかなというふうに思います。まず読まさせてもらいます。不安だけを感じても心が疲れるだけで何も進歩することはありません。9割の不安なことは起こらないというのは本当にその通りで、思いつくようなことは無意識的に対策できているものです。起こるとすれば想定外なことなので心配しすぎても無駄です。何かが起きた時に考えれば十分ですというツイートをさせていただきました。これも賛否コメントをいただきましたが、僕自身は、悩みを持つことが悪いとは言いません。ただなくしていく方が楽じゃねっていう配信動画を動画をねやってるんですよね。ツイッターでもそっち系のことかな、ビジネス応援とか、僕はビジネスって結局はその人間関係でごちゃごちゃとかっていうのも僕も経験したので、そうやって生きやすく働きやすくとかっていうことをアウトプットしている中で、やっぱり不安というものはねゼロにはならないです。そのためにじゃあ何すればいいかみたいなのを様々僕は配信しているんですけども、悩んでる9割のことってそう起きませんっていうのがだからもうね忘れてもいいです。これ言ったらああなるかなどうなるかなとかさ、もういろいろ悩みってみんなあるんですよ。それが10個あるうちの9割のことって僕はもう到底起きないと思っています。それを思いすぎて不安になりすぎて苦しいっていうのもあるかもしれんけども、それは自分の考え方とかマインドな話であって9割起きませんので、もうそれ忘れてくださいっていうのが今日の動画です。いやでもね、意外とそこまで想定外すぎることっていうのってどうでしょうか。起きたことってあるんかなみんな。僕はねいろいろなパターンは考えますよ。これやったらああなるこうなるこうなるで、じゃあここを対策しとこうかっていう何個かを持つことはあるんですけども、ほぼ起きたことがないんですね。でもちろんこの1割っていうものはもちろんね自分の中でどうにもこないもできひんみたいな話で、すぐねその悩みというかその事柄がドンとくることももちろんあるんですけども、ほぼほぼ9割のことって起こらんなっていうのを僕誰かから聞いて、それを結構ね考えてたらほんまやなっていうのをもう数年前にあったんで、僕はちょっと人間関係でね社内でこじれた時にそう思ったんですけども、意外といろいろ想定してすごいしんどかったんですけども9割起きなかったなというふうに思いますので、今もしこれ見てくれてる方がねいっぱいありますの中のほんまにこれ来るんちゃうんっていうものは絞って考えたらいいですけども、9割8割9割はもう忘れてください。もうそれで僕の今日のトークテーマに挙げました9割解決しますということは実行されるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと気楽な意見やったかもしれません。これももちろん賛否あるかもしれませんけども、そんなもんだよって思った方が生きやすく、仕事しやすく、プライベートでも過ごしやすくってなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ9割忘れてくださいという動画でした。ちょっと簡単すぎる、ちょっと考え方が甘すぎる、どうやらごめんなさい。それぐらいの方が楽ですよって話でございます。ということで、GalaxyBooksの加藤でした。また